一番難しい。一番この、このパントナーで一番難しいところです。リーダー基地。それをあんたたちが、それを責任持つか、誰に任すか。パラグアイオリンポ修練会において、誠のお父様は、パンタナールで最も難しい地に君たちを送る、当日本国家メシアたちに告げられ、レダー開拓が始まりました。この時レダーは雑草と原生林が生い茂る、荒涼とした場所でした。そして歳月は流れ、レダー上陸から15年目を迎えました。お父様が清和されて以来、韓国 MBC テレビはお父様の業績を紹介するドキュメンタリーをシリーズで制作しています。その第3弾として北米と南米の設備に焦点を当てた番組が作られることになり、南米ではブラジル、ウルグアイの活動とともにパラグアイのここレダー基地が選ばれました。4月下旬、レダー基地では養殖魚パクーの第2回稚魚放流式典を控えて、その準備に追われている時でした。私たちの養殖プロジェクトに全面的に協力してくれるアセンション大学水産学部のマグノ教授は、数日前からレダーに泊まり込み、放流する稚魚の生育具合を入念にチェックしていました。2014年4月23日夕刻、 MBC テレビとピース TV の合同取材班がブラジル、ウルグアイを回ってレダー基地に到着しました。翌朝から早速テレビクルーの撮影が始まりました。パクーの養殖池は1年前の11面から15面に増え、合計5ヘクタールの池で現在6000匹の成魚と3万匹の稚魚が育てられています。そして2020年までには50ヘクタールの養殖池を造成し、成魚10万匹、200トンの生産を目指しています。2年で2キロ以上に育ったパクーを見て、ピース TV の金社長さんをはじめ取材班も思わず記念撮影です。レダー基地の中田所長がテレビクルーのインタビューの中で、厳しい環境ゆえに見捨てられたようなチャコ地方での養殖プロジェクトの意義を語りました。将来はこの基地の最も重要な産業の一つとして、この地を復興させたいと考えております。次はレダー実験農場で栽培されているタロイモの紹介です。レダーではこの地に合う作物を求めて数々の実験をしてきましたが、その都度野鳥と虫の猛攻に遭い、挫折を繰り返してきました。根菜植物であるタロイモは障害がありません。これが親芋です。よし、雲これがこういうような感じで、半年から1年でこれだけの親芋、子芋、孫芋をつけるようになります。タロイモを増やすのは茎を水田に刺せばよく、年中収穫できるので、大湿地帯が広がるパンタナールにはまさにもってこいの作物です。取れる量が膨大に多いで、作物自体がとっても美味しい、栄養がある、捨てるところが全くない。続いて牧畜プロジェクトが撮影されました。普段は奥地の牧場にいる牛が、政府が指定する定期的な予防接種や殺虫剤散布のため、この日は牛の集積場であるコラールに集められていました。牧畜担当である佐野さんの
着実で継続的な管理によって、1年前は750頭だった牛が現在は1000頭を超えるまでになっています。検査を終えた牛たちは牧道の誘導で再び奥地の牧場に帰っていきました。4月25日、いよいよ稚魚放流式典の当日となりました。早朝、パクーの稚魚2万匹を放流するための網入れが始まりました。昨年の放流式の時に比べて、稚魚はかなり成長しています。滑走路の先端の川沿いに設けられた場所で、マグノ教授の指導のもと、稚魚の入ったビニール袋に酸素が入れられ、放流式の時を待ちます。今回の式典に参加する70名近くのインディヒナの人々も近隣の村から船で到着しました。9時半ごろからは飛行機で参加する人々が次々とレダー基地に降り立ちました。オリンポからはクレジャー市長や ABC 新聞社オリンポ支局の記者などの一行が到着。新南米大陸会長、そしてカルテス現職大統領のいとこで大手ジュース会社を経営する実業家ルイス・カルテス氏の一行、13チャンネルというテレビ局やラ・ナチオン新聞社、パラグアイマガジンなどのジャーナリストの一行、弁護士や大学総長など平和大使たちの一行、ありがとう。最後にフランコ前大統領と上院議員である夫人、そして2人の下院議員が到着。前大統領は1年前の放流式典の帰りにぜひまた来たいと約束した言葉の通りに2度目のレダー訪問となりました。10時半ごろから国際研修所において、パラグアイ教会のアリスティデス教会長の司会のもと、第2回稚魚放流記念集会が始まりました。はじめに南米統一運動の代表として新ドンモ大陸会長が挨拶をしました。新会長はスピーチの中で、文先生が直接この地を3回訪問されたこと、そして文先生は日本人を選び、パラグアイ人以上にこの地の人々を愛し自然を愛する者になれと言って送り出し、日本人がその言葉をよく実践してきた人たちであることを明かしされました。続いてレダー基地の中田所長が水産プロジェクトの経過報告をしました。食料であり、また沿岸の人々にとっては生活の糧でもあります。この魚を保護し育てていくこそパンタナールの保護につながるということで、4年前よりパクーの養殖に着手してまいりました。次にアセンション大学のマグノ教授によるレダー基地におけるパクーの孵化技術についての報告がありました。その内容は、レダー基地の人々は私が指示したことを確実にかつ迅速に実行してくれること、パクーの孵化がここで成功したことによってこの地方の養殖産業の可能性が一挙に拡大していくというものでした。フランコ前大統領はその挨拶の中で、レバレントムーンが海が地球の7割を占めるゆえに、海の産業が今後の人類の食料問題を解決するということを語っていますが、私もパラグアイの面積の 62% を占め、人口が 2% のチャコ地方が今後のパラグアイの発展の鍵であると考えています。それゆえに、レバレントムーンがこのような僻地に投資をして地元の人たちが自立できる道を模索して
くださっているということに感謝しますと語りました。Muchas gracias a ustedes. ありがとう。ありがとう。どうもありがとう。感謝みだ。オリンポ市長は南北米財団が国からも忘れられたような存在であるアルトパラグアイ州に投資してくださっていることに感謝し、また南北米財団が稚魚を養殖組合に贈呈してくださることに対して組合に代わって感謝の意を表しますと述べました。最後に日本を代表し社団法人南北米福祉開発協会飯野会長が挨拶をしました。今回の放流式典を通し一層地域と協力し、国家と協力し、南米の国々と協力して環境自然保護や地域産業への協力ができるよう前進していきたいと思います。ありがとうございました。式典の終わりにはディアナ村の子どもたちによる伝統舞踊が披露されました。記念集会の後、川沿いの放流場所に移動して佐野さんの司会で放流式典が行われました。まずオリンポ市長にレダーから1000匹の稚魚を贈呈するセレモニーがありました。続いて前大統領夫妻が最初の稚魚放流を行いました。そして新大陸会長など VIP がそれに続きました。放流式典の後、フランコ前大統領の祈祷によって昼食会が始まりました。大食堂の横ではパラグアイの伝統焼肉料理であるアサドが牧童たちによって作られ、集まったインディーナの人々に振る舞われました。今回の料理は全ての人に焼肉を食べさせてあげなさいと誠のお母様は言われ、そのお金をピース TV の金社長に託され用意されたものでした。昼食会の終わりにピース TV が持ってきたニンジン茶と韓国伝統の置物、そして日本からの贈り物がフランコ前大統領夫妻に贈られました。その後で参加者全員に記念品が渡されました。前大統領は1年前に行ったブタランドをよく覚えていて、夫人にぜひ見せたいと言われ、レダー出発直前に見学に向かいました。夫婦で餌やりの最中に中田所長が語る豚の自然放牧のビジョンを熱心に聞いていました。レダーのスタッフは一気一気飛び立っていくゲストを見送りました。帰途に着く全員に冷凍して氷詰めされたパクーが贈られました。フランコ前大統領一行もレダーのメンバーと別れを惜しみながら地上の人となりました。翌日7時前にはボートでレダーから50キロ上流にあるディアナ村を訪問しました。学校を訪問する途中、レダーで働いていた一人の女性の家を見つけ、その家族たちに取材をしました。その女性はレダーで働いた後シックとなり、インディヒナの村から初めて祝福を受けた人です。ディアナ村の学校では子どもたちのエンターテインメントで撮影隊一行を歓迎してくれました。校長先生はインタビューで、レバレントムーンの団体がレダーに来て以来新しい学校を建ててくれ、
いつも子どもたちの教育のため継続して支援をしてくれたことを心を込めて語り、私たちも感動することでした。 MBC テレビとピース TV のクルーはわずか数日の滞在でしたが、出たスタッフと互いに労をねだいながら、その中で誠のご父母様への感謝の温満性が思わず飛び出しました。彼らもまた来たいと前回の大統領と同じ言葉を残し、次の取材地に向かって出発していきました。